親父たちこれからも頑張るよ。ロックンロールはロードムービーなんだっていう歌を書いたことがあるんだ。みんなそう思うじゃん。ここまでどうやって生きてきたかははっきり覚えてると思うんだよね。すげえ大変だったと思うんだよ。でもこれがさ、それぞれの全部ロックンロールじゃん。あなたの拳に宿るもの、あなたの魂に宿るもの、俺はそれを完全に応援する。今夜ありがとう。Free.